勝まであと1本か。そうですね、ちょっと狙ってたんですけど、まあ、1人で逃げるのはちょっと厳しかったので、まあ、終盤まで 2,3 番手っていうところでは粘ってて、まあ、行ける時には行こうと思ったんですけど、やっぱり前半区間はいいんですけど、西に入って最後のブレーキングポイントでどうしても辛いのは分かってたんで、そこをどう乗り切ろうかなと思ってたんですけど、やっぱりそこでね、行けなかったのは今回の範囲で、あの裏勝った浦本選手はね、そこが早かったんで、まあ、それはもう今回は完敗だなって自分でも認めるしかないですから、まあね、でもその中でもね、チームスタッフ、家族いろいろ支えてくれた人たちの、ね、おかげでね、ここまで最終戦で2番手まで戻ってこれたんで、ね、まあ、それだけは良かったかなと思います。まあ、来年はまだ何も決まってないんですけどね、まあ、できるだけ早めに決めて、いい年を過ごしたらいいかなと思ってますけど、はい。